お疲れ様です。今日は10月14日ですね、コイン月光を見てみようかと思います。ご覧のように左上ですね、上場しているコインが 14,840 になりまして、取引所の数も増えまして 1,131 になりました。このあたり暗号通貨の業界がちょっと活性化してきてるかなとかね、新しいチャンスを求めてる事業者が増えてきたのかなというふうに感じます。というのが、取引所ってのは事業者がやってますし、新しい暗号通貨アルトコインも何らかの事業によって起こされてるわけなんですよ。ですんで、また世の中に新しいサービスを提供しようという、まあそんなね、業者さんがこのコイン月光に認知されて、そしてここに紹介されてコイン月光上場ということになったんだと思います。さあ、それではですね、ビットコインのゴミネーションですけども 54.1% になってます。かなりの占有率になってきまして、イーサリアムが 13%、 一時期 17% ほどだったリータリウムなんですけども、伸び悩んで今 13% 前後がやっぱり適正価格というふうに言えるのかなと思います。そして時価総額ですけども、ググッと増えてね、もはやもう350兆円に迫る勢いになってきました。一時期のことを考えたらだいぶ回復してきたんですけども、まあ、私の基準で言うとね、やっぱり400兆円は出てほしいなと。そして好調な時には430兆円、不調の時でも370兆円は割らないでほしいなというところで考えると、まだまだね、370兆円まで手が届いてないかなっていうところはあります。はい、もう一息ですね。それじゃあ個別コイン見ていきます。ビットコインが950万円を超えて1000万までリーチという形でございます。イーサリアムも久々に値が動いたことを確認できます。やっぱここは40万円ぐらいはね、切らないようにしてもらいたいなというところですね。リップルは80円を、堅持したままになりますし、それから我らがカルダの52円91銭ということで、これはね、できれば60円70円と上がる一方であってほしいかなと。結構上がるための材料も今入ってきてますので、ブレイクするかなというふうに感じています。さあ、最後は柴犬なんですけども、これはもういいですかね。まあ柴犬もよく頑張ってますよはい、こんな感じで全体を見ております。ICO もいろいろとささやかれてますけども、私は特にその特別な情報による ICO の影響を受けずに、上場後のコインでもって暗号通貨の行く末を見ていこうと思います。やっぱね、この ICO は爆上がりしますよとかね、第2のビットコイン、第3のエダですよとか言ってね、キャッチコピー決まってますからね。で、今まで何一つそれがうまくいってなかったかなということを考えても、そういったところに目を向けるべきではないというふうに考えてますね。はい、それではまた次回、暗号通貨ニュースコインゲックでお会いしましょう。